活躍する気しかしないとか言ってたかましんをすでに現実見せつけられてかわいそう。初戦セリエ A でも通用しなかった低レベルブンデスリーガのフランクフルトでしか活躍できてない選手なんだからこれが普通なんだよ。南野と同じくリーグアンでも行った方がいい。あのレベルなら活躍できる。アンはもっとフィジカル必要なのに無理だよ。南野やイガンインでさえそこそこ活躍できてるリーグでフィジカルを過大評価されてる黒人多いからそう見えるけど、それ以前に守備レベルが低いから関係ないのよ。選手のタイプによるんだよ。蒲田がガツガツランニングやるリーグではないってこと。まあ確かにここの試合前の楽観ムードは謎だったしフラグにしかならなかったな。蒲田は代表でも守備的不希望じゃなかった？なんでこのポジションなん？グラスナーはフランクフルト時代は堅くなに蒲田をボランチで使ってたのになぜパレスではシャドウ起用なのか。もしかしたらボランチでは蒲田より今日の二人の方が序列高いのかも。パレスは中盤がスカスカなのでこれ修正しないと。むしろよくこの1試合のこの結果で蒲田叩けるな。アンチってむちゃくちゃすぎて笑うわう。このチームプレスに弱そうだな。パレスの今までのノースジサッカーから抜け出すためにグラスナーは蒲田呼んだんだろうな。まあ今日の試合見て蒲田が全然通用してないって言ってるやつはサッカーじゃない何かを見てるのかもな。まずそもそもシュート打たせてもらえないでしょう。ただあの謎の FK 取り消しがなぁ。ボランチやってどうかってとこやろ。蒲田はこの能力ないから、シャドウでも得点というより、得点機会を演出するタイプ。それなりにやれてたじゃん。ハイライト勢なんやろ。サッカーは常にゴールと超絶テクニックしか生まれないと思ってんだよ。こいつの中ではサッカーは毎試合2桁得点するもんだと思ってるよ。